はい、こんにちは、ギタリストの竹下敦史です。本日ね、ちょっとギターを一本紹介したいと思います。こちら、ゴールドトップのレスポールです。とっても素敵でしょう。ヘッドにはね、ギブソンさんのロゴが入っていますが、ギブソンで書いてあるのがよくわかんないや。これ多分ね、あの ESP だと思います。ギター自体は、ESP って言ってね、あのラウデンスの高崎明さんなんかがね使っていた、使っているギターが ESP で、あの私のね友人もが一人、あの ESP におりまして、もう同い年なんでだいぶ長年 ESP に勤めてるんじゃないかと思いますが、そんな彼のね作ったかもしれないようなギターを、弾けるというのはとても幸せなことであります。このギターはね、あの友人である、ジャイク・サイダー氏が、あの私のためにね、カスタマイズしてくれた、モデルで、もともとはあの熱海で見つけたらしいです。詳細は分かりませんが、ここにね、あのアイボリーのピックアップをつけてくれました。このね、アイボリーのピックアップなぜつけたかというとね、あのシャーディーさんがね、あの PV の中で弾いてるんですよ。それがかっこよくてね、ちょっとあのゴールドトップのレスポールが欲しいなって言ったら用意してくれました。とってもね、これいい音がするんですよ。特にね、フロントのピックアップでちょっと弾いてみますね。お聞かせする曲はね、エリック・クラプトンさんの Wonderful Tonight という曲ございます。大変にいい曲なんですが、私なりのねアレンジでお聞かせしたいと思います。それでは。すごく使いやすいんですよ。仕上げてくれてます。本当にありがたい話です。そんなわけでね、このギター大切に弾いていきたいと思います。本日ご紹介したのはね、ESP 製の、とても丁寧に作られたゴールドトップの、レスポールでした。ESP に勤めてるね友人のためにも捧げてギター弾かせていただきました。それではまたお会いしましょう。竹下敦史でした。